こんばんは。すいません、3分か。3分遅れて配信を始めます。こんばんはです。はい。ですね、すいません。なんと電源が落ちてましてですね。立ち上がらずです。こんばんは、トンカリさん、ユリさん。こまれし、こまれし、こまれしですね。はい。どうもです。はい。一応ここでな、先生との約束を果たしたということで。はい。ですね、今日は、これ小さいですか？あれ？これ小さくないですよ。結構今日はちゃんとマイク入ってますからね。こまれし聞きに来たんかい。ドリさん、こんばんはです。はい。プチャンさん、コンティニューコインありがとうございます。こんばんは。あ、カピバラナスさん、こんばんは。はい。あ、くっちゃんさん、お疲れ様です。こんばんはです。はい。あやまさん、こんばんはです。はい、よろしくお願いします。はい、今日は寄生虫感染症へのアプローチ、あ、で、寄生虫感染症についてですね、お話の方をですね、させていただきたいと思うんですが、たまたまね、今日ちょっとこれの学会があったからってことで、ちょっと話題として振ってみたんですが、はい。あ、ラストダン先生、こんばんは。はい。あ、そうですね。はい。あ、チャチャさん、もいです。はい。範囲がね、寄生虫って感染症って言っても、むちゃくちゃ広いんで、こんなの全部話してたらですね、これ1日コースになっちゃうんで、はい。ちょっとですね、今の季節の、寄生虫感染症と、それから、消化関係ですかね。今時期、というふうにちょっと絞っていきたいと思います。はい。で、ものすごいね、寄生虫、たくさん種類がいます。それこそね、マラリアに始まりですね。マラリア原虫に始まりですね。ベバシアとか、トリパノソーマとか、ね、糸状虫とかですね。もういっぱいいます。海虫とかですね。弧虫とかですね。ビフォース虫とかもいっぱいいるんですよ。で、それぞれがいろいろなね、悪さをしてきたりとか、あと中にはです、あ、カピバラナさん、サナダムシですか？欲しいですか？実際体の中に飼っててね、体の痩せの、なんていうんですか、脂肪のコントロールをされてた女優さんって実際いるみたいですよね。こんばんは。ブーエリンさん、こんばんはです。はい。ですね。そう。何行こうかな。で、一応ですね、今日考えてたのは、寄生虫つながり、ちょっとダニじゃなくて、なんだっけ。ですね、ダニだ。ダニですね。もう、立派な寄生虫なので、ちょっとダニとかですね。あと、ノミ。もしもこれからプールのシーズン入ってきますからね。で、そんなお話をちょっとさせていただけたらなと思いました。はい。でですね、それと、あれか。シラミとかですかね。それから水虫とか、ちょっとその辺の、白癬菌の絡みとかもちょっとお話できたらなと思ってます。話せる範囲で行ってみようかなと思います。で、まずですね、ちょっと意外と誤解の多い、シラミについてですね、ちょっとお話をしていこうかと思います。シラミ。そう、シラミ。で、これね、シラミなんですけども、実は
これ誰でも感染するんですけども、あの結構ですね誤解が多いんですよ、そのうつる範囲についてですね。で、ちょっと待ってね、ですね、まあシラミっていうのはですね、まあどこから行こうかな、まずですね、ここから行きましょうかね。じゃあまずシラミってどんなものかって、ちょっとまあ3種類ぐらいいますんで、ちょっとお話の方をさせていただこうかと思いますね。頭ジラミ、毛ジラミ、衣ジラミと言います。はい。ですね。はい。ですね。まあ、頭ジラミ、毛ジラミ、ですね。って感じでいます。はい。これですね。結構こう誤解が多いのは、ですね。まあ、特に多いところ、ここかな。あのね、感染経路なんですよね。で、まあこれ今ちょっと下の方にちらっと書いてあると思うんですけど、あのね、まあ頭じらみっていうのは、これあの髪の毛の接触で起きるんですね。で、まあ毛じらみ。で、これはですね、意外とこう、まあ毛じらみって書いてあるんで、結構ね、これ皆さん頭にいるっていうふうに思ってるみたいなんですけど、この毛じらみに関してはですね、こう種としてですね、生息地陰毛なんですね。で、まあ、ただまあ、これ、あの、一応映るね、タイミング一応せこいって書いてありますが、まあ、それだけじゃないんですよ。実はもう、まれに、本当にまれに、あの、他の場所にも感染したりするんですね。そうですね。そうなんですよ。あの、シラミをね、なんで振り上げてるかっていうと、そう、これからね、プールの季節ですからね。で、それから、あの、最後、この、まあ、日本では、この3種類です、主にですね。で、衣ジラミっていうのがいます。で、これはですね、ちょっとまあ、体の接触であるとか、衣類、こういったものでですね、感染の方が広がっていくってものになるので、まあ、これに関してはちょっと性質が違うかなと。で、まあ、形を見ていただくと、まあ、一目瞭然なんですけれども、実はこの毛じらみだけですね、ちょっと仲間が違うので、実はちょっと、この真ん中の毛じらみだけはですね、実は大きさが非常に小さいのが特徴なんですね。で、まあ、まあ、結構いろんなとこ行くんですけど、まあ、主だったところの居場所は、陰毛なんですよ。だから あまり頭にこう感染というか、まあ、広がるようなことはあんまないという感じですね。お、岸さんプール行きたい。お、岸さんプール好きなんですね。お、意外ですね。はいはい。それでですね。はい。少々お待ちくださいね。毛じらみなんですけどね、結構こう誤解は、まあ、さっきから言ってますけど多いんですよ。でですね、まあ、まずちょっと、まあ、毛じらみに関してですね、ちょっとお話の方をさせていただくとですね、まあ大体、まあ、毛じらみの一生、はい、非常にこうサイクルがですね、ダニと比べるとちょっと長めなんですよ。あ、ナチさん、コンティニコインありがとうございます。あ、泳ぐの好きなんですね。あ、はい、ありがとうございます。ですね、大体ですね、まあ、卵からかえって、約1週間から10日ぐらいで、幼虫になって、約ですね、そこからさらに1週間から16日ぐらいで成虫になります。で、さらに、ですね、その後1ヶ月ぐらい後に、いわゆる毛にですね、こう、まあ、子供をね、卵を産んできますんで、大体ですね、こう、
1ヶ月ちょっと、まあ大体約2ヶ月ぐらいでですね、サイクルしてきます。ですから、で、幼虫はですね、さなぎにならないんですね。うん、なんで非常にですね繁殖力が強くて爆発的に増えていくんですが、実はですねシラミっていうのはですねこうなかなかねやっつける方法というのがあります、うん、ただしぶといのはしぶといです、はい、でですねそうですねプールの塩素で殺せないのってはい質問ありますねでまあ、プールに塩素が入っている理由というのは実はこのシラミではないんですね、うん、でシラミに関して言うとですねかなりこう、しがみついているんですよねしっかりとこうね、くっついているので、まあ、ちょっと頭チラミの幼虫いきましょうか、うん、ですねまあ成虫に関してはですねまあね、DDT ですね。ブーエリン先生、お茶箱、ありがとうございます。はい。あ、本当にコインありがとうございます、ゆりさん。はいはい。あ、感染ですね。あ、そうですね。そうですね。うん。そうですね。それもまたですね、別のあれですよね。それ、ダニーですよね。うん。じゃあ、その後、この後ちょっと話しましょうかね。はい。うん、で、プールの塩素だとですね、若干、弱めなんですね。というのは非常にシラミ実は水に強いです。うん、ただし、さっきも言いましたけれども、そういう肌の接触とかそういうので、乗り移ってきますんで、水の中に入っている状態では移らないんですよ。うん、で、まあこんな風にしっかりですね、こうしがみついているのが特徴で。ですね、まあなかなかまあそう簡単にはもう水の中入っても離れないよっていうまあものなんですよ。うん、でですねまあちょっといくつかですね、QA がありましてですねまあちょっとこれ入ってないんですけどね相変わらずのことで。シラミがね流行る時期はいつですかっていうものなんですけれども。そうですね。そうですね。シラミはですね、なかなかそうなんですよ。死なないんですね。はい。で、実はですね、かな。一応、一年中ね、まあ、シラミ、ちょっとこれ、画面入ってないですけど、読みますね。シラミが入る季節はですね、実は季節に関係なく一年中なんですよ。ただ、夏場が多いと思われがちですが、それはプール開きの前などでですね、集団検査で感染に気づくことが多いからなんですね。うん、でまた、行事などが多い時期も発生が多くなるというものになります。はい。でですね、次ですね、まあ、シラミが移るとどうなりますかというものなんですけれども、よいしょ、ですね、まずですね、まあ、痒くなりますよね。はい。うん。まず痒くなります。はい。それからですね、はい。ですね、まず痒くなります。それから、かき傷からですね、細菌等に二次感染することがあります。うん、要するに、シラミ自身の問題じゃなくて、そこのかき傷からこう二次感染することがあるんですね。うん、で、日本ではほとんど今、発生することはないんですけども、世界中にいますよと。うん、で、コロモジラミはですね、発疹の地、仏頭などのね、感染症をですね、媒介するんですね。ですから、まあ今ね、海外行かれる方、すごく多いので、まあ、どこに、まあ、ね、私が予告の方の文章を書かせていただきましたけれども、東南アジアの方ですね、もともとそのチフスの発生地域においてはですね、まあ、そういった感染症の方がですね、現状ですね、やはり出ている状態なので、それ自体ね、頭ジラミとかケジラミによってですね、媒介されることはないんですけれども、ただそのシラミ自体は持ち込んでしまいますんで、
やはりですね、海外旅行から帰られた方というのはですね、その辺もですね、十分に注意していただいて、他の方に感染しないようにということでね、していただければと思います。自分自身が注意してても、そういうね、頭であるとか、接触のある方、感染のある方と接触するとですね、やはり頭じらみであるとか、毛じらみは移ってきますので、その辺はですね、こうちょっと、気をつけていただいて、そういうかゆみとかを気をつけていただければなとは思っております。はい。あとはですね、シラミに関してなんですが、シラミなんですけれども、映るのか映らないのかっていうところですね。に関してはですね、今日もなんかブチ切れの予感がするな。頭じらみはね、毛と毛が接触した時に映るので、毎日お風呂に入っていてもですね、髪を洗っていても映されないとは限りませんということなんですね。だから要するにこうよくだからほら、しらみが湧くから頭洗ってくださいとかっていうのは、これもね、実はこれ都市伝説なんですね。いくら本人が頭をきれいに洗っていても、その頭じらみを持っている子どもかと、その頭とかでくっつけて遊ぶことが多い年齢とかですね、であると感染率が高くなって、いくらその人がですね、きれいにしていても、例えばお昼寝とかですね、お泊まり保育とかですね、そういう時にですね、感染してきます。で、子どもが添い寝する大人にも感染しますんで、ここはですね、頭じらみに関しては注意が必要ですね。はい。で、毛じらみはですね、主に陰謀部にいるので性交渉などで感染しますが、毛じらみに関してはですね、主に陰謀部にいるので、性感染症などで感染するんですが、毛じらみは陰謀以外の体毛や、それから頭髪に感染することもあり、稀にですね、親から乳幼児までのまつげであるとか眉毛、それから頭髪に感染することなんかもあります。だからですね、本当にこの下の例は稀なんですけれども、先ほどですね、シラミの図を見ていただいて気づいたかと思うんですが、この毛じらみだけですね、頭じらみであるとか床じらみに含めてです。比べて、あれですね、衣じらみですね、に比べてですね、非常に、大きさが小さいと思うんですね。ですから、他の部位にもですね、感染しうるということだけはですね、ちょっと押さえておいていただければと思います。稀にあるんですけどね、本当稀なんですけれども、感染することというのはあり得るということでですね、ご理解いただければと思います。はい、はい。それからですね、次にですね、頭じらみイコール汚いというわけではないんですね。やはりもう頭じらみ持ってると、もうどんどん移っていっちゃうんですよ。相手がどんなに綺麗にしてても、なので、こう一人利用だったら、きちんとですね、その今タマさんがおっしゃっていただいている専用のシャンプーで、洗い流すのが一番です。もうてかそれ以外にないんですね。で、別に頭じらみ感染してるからといって、いわゆるお休みしてくださいとかそういうのはですね、ありませんので、やはりその感染が確認できた時点でですね、そういうかゆいなっていうのがちょっと確認できて、シラミがいるってことが確認できたら、専用のシャンプーっていうのがですね、売ってますんで、それを使って頭を洗い流していただくと、一応ですね、自分の体からは、追い出すことができます。ただ自分がいくらきれいに洗っても、また、毛じらみを持っている子に接触をして、頭から感染をしたりすると、頭じらみであるとか、毛じらみはですね、
来ることになります。はい、うん、ただケジラミってすごく小さいんですよね。そうですね。まあね。まあ、ね、男子ならね。ノーダメージだけど、女子なら確かになりますよね。ケジラミってね、そういうもんなんですよ。そうですね。熱にも強いですね。非常にこう、硬い甲羅で覆われているんですけども、ダニであるとか、そういったものと同じような、系統にはなりますね。はい、まあ、かなり硬い甲羅で覆われていますので、決してですね、こう、なんていうのかな、まあ、こう、そんな簡単にいなくならないよって感じですね。はい。で、まあ、プールに入れてね、お風呂で、水中でシラミは毛から落ちないように強くしっかりしがみついているので、映ることはまずないんですね。プールとかお風呂ではですね。で、映る原因は水ではなく、脱衣所のですね、カゴとかロッカー、それからタオルとか櫛、それから体に触れるものを他の人とですね、使い回すことで映る可能性があります。はい、これがまあシラミがプールで映る理由なんですね。で、よくですね、シラミは不潔が原因とか言われるんですけれども、そんなことは全くなくて、今アナウンスしている通りですね。はい、まあもう一人発生すると、もう大体もうね、特にそのまあね、もう小さい頃ってね、もう、こう、くっついてますからね。だから熱ではちょっと駆逐できないですね。この子たちはですね。やはり、洗い流すっていうのが一番です。シャンプーなどで洗い流してしまうというのが一番です。彼ら水に弱いの知ってるんで、こう、しっかり捕まってるんですね。ただ、洗剤とか、まあ、そういうものが入ってて、いわゆるその、しがみつけない状態になって洗い流されてしまうと、非常にですね、弱いという特性を持っていますんで、で、まあ、その、自分のね、餌になるようなものが、こう、なかったりとか、まあ、呼吸できなくなるとすぐ死んでしまうという性質を持っているんですね、シラミに関してはですね。はい。そういうのありますね。それからですね、まあ、シラミは一年中ですね。まあ、それから、かゆみと今やりまして、不潔にしているからじゃなくて、予防方法ですね。予防方法については、ですね、これですね。頭の接触を減らすことであるとか、体に触れるものをですね、併用しないことです。ですから、例えばですね、ブラシであるとか、櫛であるとか、タオル、そういったものをですね、ご家族で併用しないことが、感染防止を防ぐことになりますね。はい。移った人はですね、まあ、周りに伝えた方がいいですね。伝えていただかないと多分本人気づかないケースもあるんで、ただかなり痒いはずなんですよね。さっき大きさ見ていただいたと思うんですけども、かなりの大きさなので、気にならない大きさってことはちょっとありえないんですよね。にじるさんこんばんはです。はい。痒みっていうのは、実はこう痛いのね、手前ぐらいなんで、まあ、ね、痛いと痒いってちょっとね、同じなんですよね、信号的にはね。それが強いか弱いかなんでね。あ、そうですね。ワンちゃんだ、子供の声ですね。はい。そうですね。はい。はい。まあ、全然声だだ漏れでも構わないそうなんでね。全然普通に。はい。それで。どこ行ったっけ。そうですね。まあ、学校休ませなくていいってことと、まあ、帽子、まあ、そうですね。頭じらみの予防法ですね。まあ、この辺は、先ほどお話ししましたということで、あとはですね、まあ、さっきタマさんがおっしゃっていただいた、頭じらみを見つけたときですね。この場合はですね、やはり専用の、
あれ、ちょっとマーク終わらないね。はい。うん。はい。保育園でですね、頭じらみ入りましたよ。昔ですか？まあ、ありますよね。うん、時々ありますよ。おう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 、立ちからみでロフトのはしごから落ちそうになったって危ないじゃないですか。気をつけてくださいね。はいはい。うん、で、ですね、今、はい。DDT はさすがにやってないですよ、今ね。危ないですよね、本当に。はい。そう、これが今、タマさんがおっしゃってたね、シャンプー。うん。うん、スミスリンって、まあ、これはね、このメーカーの名前なんですけどね。うん。そう。そういう名前のシャンプーありますんでね。使っていただいて。はい。まあ、要はもう、シラミ専用のね、ものがありますんで、もうこれ洗い流すというのが一番、うん、そう、いいです。で、まあ、一人家族の中で感染してると、もう家族中感染してる可能性高いので、まあ、よく調べてですね、感染してたら同時に駆除する必要があります。一人だけ駆除してもしょうがないんでね。うん。で、さっきタモさんが周りの人に言った方がいいんですかって言ってた問題なんですけども、通っている幼稚園でですね、幼稚園だとか小学校などで一斉点検していただく必要があるので、やはりですね、先生などに伝えていただく、そういう必要はあります。シラミに関してはですね。はい。で、ただし、まあ、規制とかはありません。はい。まあ、ね、ただ気をつけていただきたいのは、これね、伝え方を間違えるとお子様がいじめの対象になったりすることが、まあ、あるので、ね、そういうやっぱり先ほども言ったような、まあ、汚いとかそういうイメージありますから、まあ、これもどんなに綺麗にしててもね、どこかからもらってきちゃう可能性ってありますからね、知らない間にね、そういうイメージじゃないので、ただまあ、かといって、こう、ね、その都市伝説的なイメージ先行してますから、まあ、その辺はね、こう、うまく、先生の方に伝えていただければとは思いますね。はい。そうです。不潔にしていても逆に言うと感染しないんですよ。でも、かといって、きれいにしていても感染するのはシラミなんですね。ここが難しい。はい。そうなんですね。まあ、要はね、シラミは何を養分にして生きてるかっていうところあるんですよね。あんまりそこはこう、きれいにしている、不潔にしているはあまり関係ないんですよね。はい。でですね、まあ、要はですね、シラミはですね、どっかで行こうかな。ですね、まあ、シラミの成虫はですね、髪の毛の中では素早く動き回るので、見つけられるのがまず難しいということですね。で、細かい串で丁寧に解いているとですね、シラミが落ちてくることがありますと。うん、それから、まあ、頭じらみ症になったら髪の毛を短くした方がいいのかっていう質問がよくあるんですけど、まあ、それもまあ一つの手だけども、でも長くても別にそのね、髪全体にですね、薬剤を行き渡らせれば特に問題はないと。で、先ほどですね、熱のお話、あったんですけれども、感染を防ぐためにですね、まあ、洗濯する場合ですよね。うん、で、衣類ですね、洗えるものであれば、洗濯前に60度以上のお湯に5分以上つけてから洗濯をしてください。シラミはですね、継続した熱に弱いんですね。ですので、まあ付着している幼虫とかですね、成虫、まあ、それから卵の死骸ですね、卵は死滅しますですね、失礼しました。なのでね、まあ、あとその他に、衣類乾燥機であるとかアイロンなどですね、こう一時的に熱くなるんじゃなくて継続してこう全体が熱くなるものですね。まあ、こういったものはですね、非常に有効的です。それからですね、まあ、逆に使えないものですよね、そういうものが。カーペットであるとか、人形、それから洗えないものはですね、ポリ袋に封をして、2週間、放置します。はい。で、2週間放置して、
そうするとですね、まあ、先ほどこれはもうお話しした内容にはなるんですけれども、まあ幼虫とか成虫とかはですね、まあ、吸血、まあ、ご飯ですよね、この子たちのご飯、血が吸えないと 2,3 週間あの2日から3日で死んでしまうんですよ、うん、なんで、卵がですね孵化する期間も含めて2週間程度でですね駆除できるということになります。はい、それからですね、床やカーペットに落ちたシラミでね卵でね移りますかということがあるんですけれども、ですね同じようにやっぱり2,3 日でですね餓死してしまうのであまり神経質になることはないです。要するにシラミの餌というのは、吸血なんですね。なんでシラミが人につくかって言ったら吸血のためなので、ですねまあ 2,3 日ですね、吸血できないとシラミ餓死しちゃいますから、シラミが落ちる可能性のあるところはですね、こまめに掃除していただいて、卵がですね、万が一帰ったとしても、まあそれも含めて、2週間ぐらいはというふうに設定していただければ、特に問題なくですね、掃除機であるとかそういったものでですね、簡単に取り除くことができます。うん、ですから、まあ、髪の毛をね、またそこに触れてしまうと感染したりしてしまうんですが、こう落ちたものに関してはね、こう、まあ、あえて頭じらみに関してですよ、うん、伝ってね、こうわざわざこう登ってくるということはね、非常に稀なんで、まあ、2,3 日その、ね、吸血できない状態にしてしまう、これ非常に大事なことになりますね。はい、よくあるじゃないですか、コロコロくんって吸着クリーナーね、うん、あれ結構ねダニにはね、効果的です。うん、ダニとかシラミとかね、うん、なんで効果的かっていうとね、まあ、そのままそこに、ね、取れちゃうからなんですね。はい、まあ、そういうことになります。それで画面の方は変えますけどね、まあかといってね60度って温度はですね、うん、そうです。ただ60度以上の5分にお湯つけるとちょっと繊維によってはね縮んじゃうものもあるんでね、うん、でそういう繊維に限ってこう好きですから、うん、っていうのもあるんですよね。まあただ普通の繊維にもねついちゃいますけどね。あ、ケイさん今日はお咳コンコンがひどくないってことですね。はい、でまあ今まあ、後ろに出させていただいているのがね、回線のですね、まあ、ものになりますね。今度はですね、お話になるんですけれども、はい。まあですね、まあ、不衛生のですね、危険因子ではないんですよね、これにしてもですね。まあ、そういうのがありますね。はい、でですね、これはどこから行こうかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっとすみません、今資料の方ですね。行きます。アライグマ海中じゃなくて、そうだね、それもあるんで、ね、まあいろんなのいますよ、毒性虫って、びっくりですからね、いろいろいますよ、はい、ヒラリアじゃなくて、ちょっと待って、すいません、寄生虫がね、資料が多くてね、すぐ出ないですよね、そうそう、まあラスカル海中というか、アライグマ海中ってのいますよ、うん。そう、います。はい。あとはね、まあ、イヌシジョウチュウなんてのもいますしね。はい。まあ、いろいろいるんですよ。もう、ほんと、寄生虫はすんげえいるんでね。はい。あれ、なんでいないのこれ。どこ行っちゃった？少々お待ちくださいね。ですね、
こいいですね。まあ、次ダニですね。あ、お相撲さんこんばんはです。はい。うん。ラスカルはね、アライグマですけどね、うちの子はスポンジですからね。はい。で、次ですね。まあ、海鮮。これはですね、まあ、ダニの一種であるですね、ヒゼンダニ、うん、が、まあ、引き起こす、ものなんですけれども、ですね、正確な理由はですね、まあ、これ、実は結構不明だったりするんですよ。うん。で、ですね、まあ、古典的な形の海鮮と、それからまあ、その他の海鮮っていうのはいまして、まあ、原因は一緒なんですけれどもね、まあ、若干、治療方法が、異なってきます。はい。寄生虫で安心ダイエットは、できそうにないですかね。まあね、あんまりおすすめしませんよ。よくね、その昔サナダムシとかっていうのはね、飼っててこう痩せた方とかいらっしゃったみたいですけれども、あんまりおすすめしないですね。まあ、何でおすすめしないかって言われたら、まあ、ってとこはありますけどね。あんまり安心じゃないですよね。まあ、海鮮のどんなもんよっていう話なんですが、ですね、これじゃない、うん、海鮮は違うね、はい、はい、ですね、まあちょっとまたが、まあ例のごとく画面は入んないんですけれども、まあヒゼンダニですね、ヒゼンダニってね結構大きいんですよ、うん、こう見ていただくと分かるんですけど、これ10円玉と比べた大きさなんですね。で、これはですね、結構大きいんですよ。うん、まあ、今これ見ていただいてますけどね。そうですね。まあ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 、そうですね。はい。うん。虫検査を学校でした記憶があり、幼虫検査ですね。ああ、はい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 。魚虫も寄生虫ですよ。もう魚虫は立派な寄生虫です。はい。うん。そうですね。あ、カカこんばんはです。あ、腸壁にかぶりってね、来ますね。はい。まあそういう寄生虫もいっぱいいますしね。はい。まあね。まあ、いろいろいるんですよ。まあこれがまあ、ヒゼンダニが起こす、まあ、海鮮というものでね。そう、ヒゼンダニですね。こう結構大きいですよ。だ10円玉のこの絵柄ありますよね。絵柄ぐらいの、だいたい真ん中ぐらいの大きさはある。もうちょっとあるかな。感じなんです。はい。この、わかります?絵の上のところについてる点。これです。ってことなんですけどね。はい。まあ、まあ、通常の海鮮とこう格下型があるんですけども、まあこれもね、格下型ノルウェー海鮮に関してはなんですがね、まあ、さっき申し上げた古典的海鮮っていうのが通常型なんですけども、昔いつも言いましたおっぱいにしゃぶりついている寄生虫が、それはね、まあいますよ、いますよ。寄生虫、海中ダイエットよりどうですかね、それはね。数年前に蛇行した兵士の中開いたら寄生虫でいっぱいいたっていう。まあそうでしょうね。いろんなもん食べてるでしょうからね。そう。よくね、うんちってこうね、食べたもののカスっていう言い方皆さん思ってると思うんですけど、間違いではないんですけども、うんちで出てきてるものってあれほとんどあれですからね、食べカスじゃないですからね。結構ね、人間の体って効率よく吸収しちゃうんですよね。であそこに出てきてるのは結構その、寄生虫の死骸だとか、最近の死骸だとか、そういったものがこううんちに
タッと着てたりとか、まあ、生きてたりとかね、まあ、そういうものがあるので、まあ、ですから、要は食べるものがないと本来そこから外に出てくべきものが、まあ、出てかないっていうのもあるんですよ。そう、まあ、いろんなちょっとね、さすがに日本ではそういう症例はあまりないんですが、まあね、まあ、そういう、まあ、国境なき医師団だとか、まあ、海外青年協力隊とかね、まあまあ、そういうのところからお話を伺う限りで、やはり、食料事情が良くないところでは、当然水の事情も良くないのでっていう、まあ、いろんな理由はあるようですね。はい、まあ、今北朝鮮もそんな感じなのかなっていうのは、まあ、予想はつきますよね。漁中検査ですか。ですね、漁中に関しては今でもいますけど、たまに出ますよ。はい、普通にいます今ね。はい、陽性になると家族全員が、いや今それはないですね、家族全員は。まあ、本人だけだと思いますよ。はい、まあ、ただ念のため調べてくださいねとは言うと思うんですけどね。はい、ですね。で、一応まあこのダニがこんなんだよというところと、ですね、はい、すいませんね、また相変わらずこの画面の切り替えがですね、本当に、はい、大変手際が悪いんですが、ですね、まあ、患者さんの免疫力はですね、まあ、通常の回線であれば正常なんですけども、角型の場合は、まあ、ノルウェー回線なんて言いますけども、まあ、この辺はですね、低下しちゃってるんですね、免疫力がですね、まあ、免疫力って言い方どうか、抵抗力ですよね。それから感染力はですね、本来の回線はあんまり強くないんですが、角型、いわゆるノルウェー回線は強いんです。で、主なちょっとですね、症状が違いまして、まあ、どんな風に出るかっていうところなんですけれども、はい、あ、天先生ラスカル法ですね。そうですね。言うたって虫、そうですね。虫したところで即死することはないのでチェックした方がいいってことで、そうですね。はい、まず即死はないですよね。ただまあ、幼虫の入り込む経路っていうのがね、今はかなりね、こう限定されてますからね。まあ、よほど、まあでもあれかな、一応まあヒアリングはしますね、ご家族にね。はい。まあ今出ているのが、まあ、通常、普通に見られる回線。それから核化型の回線、ノルウェー回線、状態ですね。まあ、若干やっぱね、あんまり見られないだけあってね、出てきたときなかなかすごいよっていうのがね、ありますね。はい、次行きましょう。はい、肥前ダニの生活ですね。まあ、まあ、そんなのはいいよって思いますけど。だいたい卵から3日から5日で帰ります。はい。で、4日目でですね、もう、幼虫になっちゃって、もう、着虫しちゃうんですね。で、そこから3日経っちゃうとですね、まあ、もう第2着虫っていう状態になり。で、もう3日目でオスの成虫、まあ、とですね、まあ、メスの成虫というふうに分かれていって、で、もう2週から4週ぐらいでもう大体ですね、メスの成虫が卵を産んで、まあ、このサイクルを繰り返しちゃうわけですよ。だから、まあ、大体10日から14日ぐらいでですね、まあ、このサイクルが繰り返されているので、まあ、肥前ダニに限らないですけど、まあ、ダニって大体こんなような周期なんですよ。だすっごい早いんですよね、ダニってね。
で、まあ、まあ、こんなサイクルなんで、ダニに関してはね、本当まあ、これは今、海鮮の話ですけれども、まあ、まあ、見つけたら、こう、ちょっとね、駆逐する方な、こう、動きに持っていかないといけないですね、やはりね。はい。で、まあ、違いですね。先ほどの、カクカと通常のですね。はい。まあ、カクカの方がダニが多くて感染力が強いと。で、短時間の接触とか、衣類や、寝具を介した、まあですね、接触などでも感染していきますという感じになります。で、まあ、通常の海鮮に関しては、まあ、そこまで強くないんですよね。というのがあります。要するに寝具とかね、衣類を交換しなかったりとか、おむつとかそういうのをね、長い間交換しなかったり、まあ、長い間っていうか、まあ、頻度の問題ですけどね、交換しないと起きやすいというものになりますね。実際に赤ちゃんでもね、ありますからね。風に出るかというところなんですが、はい、そうですね、これはすいません、皮膚科学会の方のページからですね、スクリーンショットいただいております。まあ、通常感染というのはこういう感じです。赤い、まあ、丘のようなです。はい。まあもう見てね、一目瞭然、まあかなり状態がひどいなというのがよくお分かりいただけるとは思うんですけれども、そうですね、おおらかすぎる場合は注意って感じですね、レベルとしてはですね。はい。そういう感じになります。まあ、ダニはね、結構ね、まあいろんなのを引き起こしますんでね、まあね、殺人ダニなんて言われるのもありますしね、最近ね、ちょっとね、ダニはね、いろいろこう、ちょっと種類によっていろいろなことをやらかすので、こう、一概にね、こう、ただかゆいだけっていうものではないケースもありますんで、まあ、ちょっとね、そこの辺はね、要注意かなというのはありますね。まあそんなとこですかね。まあトコジラミ、あとトコジラミか。そうですね、一応あとですね、まあトコジラミとかをこう、もうお話ししようかなと思ったんだけど、どうかな。ですね、まあですね、寄生虫の感染症、まあこれ本当いっぱいいろいろあるんですけども、ですね、まあいろいろなですね、ちょっと待ってくださいね。今ここをちょっと出させていただきましたけども、まあトコジラミ、シラミダニ、まあいろんなものが、まあもうこれだけであるんですよ。ですね、これはなんだっけ、ちょっと待ってもう自分の出してる資料がよくなんだか分かんなくなる。そうですね、海鮮を猫からもらってきた時は、そうですね、書かずに
書きすぎて死ぬんじゃないかと思います。まあ、かゆいですよね、実際ね。ああ、そうか、猫から来るね。どっちか分かんないですからね、猫から来るのはね。本当にね。そうなんですよね。はい、猫ヘイとか結構神経質に言われるけど正しいこともあるんでね。そうですよね。難しい難しい。そう、あのね、あー、キセキさん起きましたか。おはようございます。すいません、今日ちょっとブチブチ切れなんでね、あれですけど、そう、まあね、こういろいろあるわけですよ。まあ、ダニ由来のね、感染症を一つに取ったっていっぱいあるしというところではありますね。ですね、あと、まあ、じゃあちょっと最後にですね、人獣共通感染症というところもですね、そうなんですよ、あのダニとかシラミとか、その辺はね、まあ、トコジラミもそうなんですけど、あと、まあ、他にもですね、あのいわゆるなんとか獣とかってつく虫関係とかですね、まあ、そういうものはですね、人畜共通であるものも多いので、例えばその犬飼虫とかは、あの小児には感染するけど成人には、しないとかね、いろいろあるんですよ。妊婦の毛を剃ったらケジラミを予防できますか。そうですね、一応ね、物理的には可能ですよ、予防できますよ。ただあのいずれは生えてくるものなので、昔の本当にその要するに昔の古来の方法として、あのその DDT とかなくてっていう部分で、あの昔の男の子がよく頭を坊主頭にしてたっていうのがありますよね。それは結構理にかなってる考え方では当時としてはあったのかもしれないですね。それをすることによって、まあ、あのなんていうのかな、まあ比較的そういうですね、まあ毛に寄生するものを、まあ、予防してたっていうね。そう、まあね、ハゲバンザイってね、息吐くと胸の辺が少し痛い、ちょっとなかなか大丈夫かな、キセキさんね、はいって感じですけどね。まあ要ですね、要はいろいろあるんですよ。で、あとですね、こうちょっとこの文章中にちょっと寄生虫妄想っていうのが書かれてるのがある、ちょっと見ていただきたいんですけども、寄生虫がね、こうついたんじゃないか、一度これね、ついた人がね、よくなりやすいんですけども、同じような症状が起きてくると、また寄生虫がいるんじゃないか、また寄生虫がいるんじゃないかっていうふうにこうね、なってしまうケースがあるんですね。例えばその、まあ、単に痒いだけとかね、単に乾燥肌で痒いだけで寄生虫来てるかなとかね、なんかそういう風にこうなってしまうことってあるんですね。まあ、これを寄生虫妄想って呼んでいます。まあ、要は寄生虫がいると思い込んでしまうっていうケースなんですね。で、これも実は結構多くて、少なくはないんですよ。で、まあその場合はですね、まあ、あのいないですよって診断で、あ、よかった、じゃあ大丈夫だっていうふうになるならいいんですけども、もうそれでも思い込んで痒い場合があるんですね。はい、でそういう場合はですね、もう精神科療法って形にはなってきますね。ちょっと落ち着こうよっていうね、とこになってきますね。はい、実際にいなくても痒いものは本当に痒いんですよ、これね。妄想っていうからちょっとね、こうおいおいって思っちゃうとこなんですけども、本当に痒いですね。でも本当にいないんですよね。でこういう場合はやっぱりまあ、そういうですね、別の治療の方も必要になってくるものもありますよってことでね。そうですね、まあ、カズ先生のね、分野ですよね。はい、あるんですよ。まあ本当にね、寄生虫ってね、いろんなのいるんで、本当に吸虫とかね、充血線虫、充血吸虫とかですね、
吸血戦虫とか、まあ、いろんなものがいますからね。そう、あね、ゆりさん、そういうのあるんですよね。やはりこう一度ね経験しちゃうとそういうのあるんですよね。はい、あ、そうですよね、まなみさん、それですよ。あの、うん、あの一度やっぱりこうね、回線ね、ついて以来ね、やっぱお腹にね、痒くなるとね、あの痒さが来るんですよね。そうそうそう、かっかね、まあ、依存症っていうかね、まあ、あのあれですよね。まあ、その、こう、記憶を蘇らしちゃうんですよね、体がね。そう。まあ、でもそうなっちゃうと、やっぱでも本人は本当に痒いですから、かといっても、そのね、内科的な部分でどうにもこうにもできないので、まあ、そうなるとやっぱりですね、ちょっとまあ精神科の方で、まあ、ちょっとまあ、落ち着こう、落ち着こうっていうとこしかちょっと難しいですよね。そう。まあね、そうやってまあ、まなみさんとか、まあ、ゆりさんみたいにそういうふうにね、まあ、自覚があれば全然いいんですけども、何回もこう診察切っちゃうケースっていうのがね、ありますんでね、そうですね、神経内科かね、精神科かどっちかですね。意外にね、ここはね、バカにできないとこなんですよ。バカにしちゃいけないとこなんですよ。本当にね、本当にそういう感覚って残ると本当に蘇るんで、本当にね、そういう場合はですね、しっかりと治していかないと、本当にいないのに本当に痒くなるんで、そういうのはすごいありますんでね。まあ、痛みの記憶っていうんですかね。残りますからね。あ、山さん、お茶ばっかりありがとうございます。あ、いえいえ、とんでもないです。勉強になります。まあ、今日そこまでね、ちょっと。まあね、すいませんね、なんかこうね、いつもね、お題を立ててからね、まあ、こんなのやってたら、まあ、半日かかるよっていうようなお題を立てちゃって、こう、中身が空っぽみたいになっちゃって、本当申し訳ないなと思うんですけども。はい。そう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 。あ、天先生、あ、お団子ありがとうございます。はい。脳や神経に感覚が残っていて、蘇ってしまう状態なんで、そうですね。両方としては難しいですよ。そうなんですよ。だから、まあ、プラセボって言ってね、偽薬が使えるものとかっていうのがあれば、まだいいんですよ。それで解消してくれればいいんですけれども、ただまあ、そうではないケースもありますんで、まあ、一概にね、その、寄生虫妄想っていうものは、ちょっと、こう、結構いますよ。本当に。痒くてしょうがない。うわーって、本当に かきまくってるんですけど、何もいない。あるんで。はい。これはちょっと注意すべき点かなと思いますね。はい。いやー、しかし今日は本当にいっぱい中断しちゃいましたね。はい。なんか、中断というか、まあなんか、画像切り替えがね、本当パソコンをこうね、ちょっとパソコンでうまく、このキャストを扱えるようにちょっとしていかないとダメですね。はい。まあ本当にまあどこでもねできるようにってことでね、まあ、一応こうタブレットでやってるんですが、なかなかどうしてこううまくいかないという感じではありまして。申し訳ないです。はい。まあそんな感じでですね。まあ、寄生虫いっぱいいるんで、本当に目黒の寄生虫博物館とかこう、まあ楽しんでぜひ一度皆さんね、足を運んで見てみてください。はい。結構、知識あればこうなんていうのかな、太刀打ちできるところってありますからね。そうですね。一定の高温を当てるっていうのはありかもしれないですね。ただね、やっぱね、60度5分って苦しい。まあ、しかもね、ほら、水につけてっていうのあるじゃないですか。そうするとね、結構ね、まあ、持つ繊維と持たない繊維ってありますよ。だとよく天秤に干すとって話ありますけど、あれ裏側逃げちゃうんで、あれはあんまりちょっとどうかなって思うところがあるんで、
そうなんですよね。てぃ先生、虫苦手なんですね。そうですね。うん、そうですね。ああ、そうです、そうです。ああ、閣下ね、200度3秒。それも、でも、ある意味危険ですよね。確かに、そう、間違えてないけど。そうですね。そうそう。小さいけどね、ほんとね、虫みたいな形してしぶとく生きてるって、まあ、要はね、原虫ですからね、もともとね。寄生虫って、こう、ある意味すごい進化を遂げた形なんですよね。すごいですよ。寄生虫はほんと見るとね、いろいろ深いです。はい。なんで、多分これね、寄生虫ってね、こう見てるとね、ほんと一日経っちゃうようなね、感じな分野ではあるんで、ぜひですね、こう興味があったらですね、見ていただければななんて思いますね。はい、結構ね面白いものではあるんですよ。なのでぜひと思います。はい、今日はですね、すいませんね、本当なんか途中切れてしまうのがちょっと多くてですね、はい、ちょっとさすがに夜、12時半でございますんでね、そろそろこの辺でですね、終了したいと思いますけどね。はい。はい。あ、かぶるさん、コンティニコンありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。はい。そうですね、民間療法の熱いタバコの火を近づけるっていうのがありましたね。蚊の対策でね、はい、ありましたね。危ないですね、一言で。はい、すいません、天先生お疲れ様でした。はい、じゃあすいません、そろそろですね、終わりにしたいと思います。すいません、途中ちょっと中断を何度も挟みましたけれども、はい、すいません、ありがとうございました。はい、すいません。はい、ちょっとちゃんときちんとまとめてキャストをします。はい。かなり危ないですよ、閣下。はい。お疲れ様です。皆さんすいません。ありがとうございます。はい。あ、むなみさん、コンティニコンありがとうございます。はい。すいません。ありがとうございます。失礼します。おやすみなさい。